アヌエル AA として、専門的に知られている、エマニュエルガスメイ・サンティアゴは、プエルトリコ人のラッパーであり、歌手であり、ラテンのトラップ運動の先駆者。ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー2019、ビルボード・ラテン・ミュージック・アードを受賞。アヌエル AA は、プエルトリコのカロライナで生まれ、カロリーナのカトリック学校学校、コレヒオマリア・ウキシリアドラで学び、10代前半から、 音楽業界に関心を示し、2009年にマイボック、ミュージックグループとレコード契約を結びました。2009年に、レーベル MMG と契約し、2011年に、デビューシングルデモニナを発表。2011年に、彼の最初の歌、デモニアをリリース。これに続いて、ジョリーボーイ、マガジーン、デラゲット、アルカンゲル、オズナとのいくつかのコラボレーションが行われた。 曲は、ストリートライフ、暴力、セックスやドラッグ問題を題材にしたものが多い。リアルアスタ・ラムウェルテやリアルアンティルデスが広く知られている。アヌエルは、ブライアント・マイヤーズ、全能者、アノニマスと並んでヒットした、エスクラバに続いて有名になり、最初のシングルヒット、ソラはフィーチャーしたリミックスが続いた、ダディ・ヤンキー、ウィシン、ファルコ、 そしてザイオン・アンドレ・ノックスらに非常に好評だった。音楽テーマは、ストリート・ライフ、暴力、性別、麻薬などの問題に関連し、彼の歌で、最も人気のあるキャッチフレーズの一つは、リアル・アスタ・ラムエルテ、または、リアル・アンティルデスである。2018年7月17日に、刑務所から釈放された後、ガスミーは12曲を含むリアル・アスタ・ラムエルテという、 タイトルの彼の最初のフルレングスアルバムをリリースし、24時間以内に、IID コール MWJQ ビルボードアイトップラテンアルバムチャートでナンバーワンになる。2018年8月、彼はニューヨークのラッパー69イネでベベという曲をリリース。2019年、彼は彼のリアルアスタラムエルテ14都市ツアー観光。 2018年7月17日、彼が受刑中に,にリリースされたファーストアルバムは同日ビルボードトップラテンアルバムにチャートインした。2018年8月、シックスナインとコラボした楽曲ベベを発表。2019-24都市でコンサートツアーを行った。同年9月、NBA のテレビゲームとしてミイク見ると、 ファボラスとフィーチャリングしたアップタウンバイブスがリリースされた。2019年9月、アネル AA とファボラスアップタウンバイブスを含むミークミルトラックはバスケットボールビデオゲーム NBA2K20 のサウンドトラックになりました。2019年にビルボードでラテンアメリカ音楽新人賞を受賞。2016年4月3日に盗難された1兆を含む13兆。 断層9個、弾丸152個の不法所持により逮捕される。プエルトリコのグエルナボにあるメトロポリタンディテンション、センターに収監される。彼の逮捕により、リリースを望むファンから、フリーアニュアルが SNS 上で拡散。電話越しにレコーディングすることを許され、ニッキージャムなど様々なアーティストとのコラボを実現する。後半では、彼の楽曲は、必ずしも、 本当の彼を表現していないと述べたが、裁判長は彼の楽曲を聞いたことがなかった。2018年3月に連邦刑務所からマイアミ州刑務所を移送された。週刊中、ラジオから聞こえてくるストリートのニュースを聞き、楽曲のインスピレーションを得ていたとビルボードへの取材で答えている。住所自在で連邦刑務所で30ヶ月間の司法取引に署名した。 パブロという息子がいる。かつて結婚していたが離婚している。私生活では同じ歌手のカロル・ジーとの交際を認めている。ありがとうございます。